私は連載を終わらせたくない一心で先生を迷わせていたんです。そうだったの？っていうかあんた大ファンじゃないデビス君。もちろんです。私は一本木先生のエポックマン in 東京が大好きで、どっこい書店で行われたサイン会に行くほどの大ファンなのです。あ、それ俺も言った。先生の家で出待ちをしたこともありました。あの、なんでみんな先生の家知ってるんでウィス？今大事なのはそこじゃないです。だよね。迷い車もミスターエポックマンの大ファンだったんだね。ケータ君こそ。俺たちミスターエポックマン友達、略してエポドチじゃん。でも今書かれてんのは最終回ですよね。はい。決めてまおう。先生から今すぐ離れてよ。そして私がまた迷わせます。断る。え、俺様が一回決めたらもう迷うことはないのだ。そんな、だったら力ずくで。決めてまおう強すぎますよ。諦めてたまるか。だったら父つかずは取り付いた相手を何も決められない人間にしてしまう妖怪デビス。うんうんうん、ケータよくオラを呼んでくれたんだ。え、ミスターエポックマンと聞いちゃオラも黙ってられないんだ。まさかオラもエポダチだ。まーい、心の友よ。よし、3人で力を合わせて日本に先生を迷わせて何も決められないようにしよう。でもそれじゃまた漫画がお休みになっちゃいますよ。終わるよりはいい。熱いデビーさん、こいつら何やん。迷い車どっちつかず、絶対にエポックマン in 東京は終わらせないぞ。はい、行くぞ。まだや